TV。 今日の企画はカフェピアノ企画デーです。前回の動画多分もうご覧いただいてると思います。非常にね、拗ねてた顔してましたね。まあ皆さん忍耐強く見ていただけたらなと思います。で、今日のカフェはこちらベストエンドですね。一区じゃありません。ベストエンドっていうぐらいだから、まあ、ベストバーンホフ、まあ、西駅の近く、うん、日本人だったらどこだろうね。銀座じゃない。銀座じゃないってことだよ。とにかく多分道路の音すごいうるさかった、ごめんなさいね。行ってみましょう。さあさあ、はい、美味しそうなケーキが見えてますね。郊外のカフェでもさ、雰囲気がいいね、やっぱね。なんかちょっと、うん、なんだろう、バス感あるね。ちょっとね、ちょっとね、大敗的な感じもあるんだけど、まあ地元客しかいない感じあるね。まあまず注文して、はい、聞いてみようか。おそらくだけどね、まあ皆さん見えてますか？死ぬほど雑誌が載ってます。聞かせる気はほぼゼロ。でも椅子はある。椅子はある。で、この企画でも一番好き。だって絶対に食べれる。まあね。ドイツ。あ、かわいい。まずケーキで選びに行こうぜ。うん。あ、バナーネ。気に入って。本当だ。絶対美味しいやつ。どうする？何が食べたい？気になるのはレモンだね。バナーネとストローネ。やっぱザッハにしよっかな。バナーネ。バナーネ。バナナがいいですよってカメラ越しで皆さんが。本当に。あ、アインシュペンナーあるよ。何でしょう。あれよ。ああ、うん。いわゆるウィンナー。そう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 。なんかウィンナーコーヒー。あ、アインシュペンナーにしようかな。え、言ってくれないね。アインシュペンナー。いや。うんと、アイマルバナナ主義。うんと、イハベアイフラグ。カマンシュピラ。イヒビンソーベリウムで暮らしているピアニスト、うん、イヒビンアホユーチューバーイハビション、インビンカフェファイゼンゲスプリフォーアケシティッツ、うん、ダスイスツアイミリオンアケゼンダスウィゲスツエンステベツルクディアグラスカフェディアグラスカフェいや、でなドンセカフェディアグラスカフェよかったね。え、何引こ何引こ。行けるときは行けるんだ。なんだ。前回はさ、もうすごいさ、もう落ち込んじゃったの覚えてます？何引こうか。焦ってきた。やっぱこのカフェのさ、あそこにやっぱお客さんも座ってらっしゃるし、雰囲気は落ち壊したくないじゃない。うん。せっかくだ。そう。ちょっと考えますね。いや。よかったね。よかった。はい。はい、ありがとう。コーヒーも。本当だ、かわいいね。これがアインシュペンナーです。これウィンのね、あれなんだよね。一番の人気？人気かな。知らない。バナナシート。いただきます。うん、最高。これまだちょっと待って、ここまで行ってない。これエスプレッソが入ってる、ね、ほら混ざってきた。あ、沈んでるしかも。これをねこうやってどうぞ。豆の味がもう鼻に広がって、口じゃなくて香りがってことか。今鼻から飲んだ。いや、今日も飛ばしてるな。あ、でもこれ絶対美味しいやつ。どうでしょう。ホームスタイル。ん？ホームスタイル。ホームスタイル。ホームメイドじゃん。なんかわざとやってる。やってない、やってない。優しい。こっちも食べてる。あ、いい。これね。レモン。ストローでレモンですね。うん、極めて美味しい。美味しい。これあれだ、カスタードに
ほんのりレモン。ほんのりだね。ちょうど1年ぐらい前に4台ピアノの動画を出して、で結構ね反響も良くて、またやりたいねみたいな話してたら、来年、やることになったんですよ、日本でコンサートね。でそれの曲をね決めたいなっていう会話の始まり。そうだね。曲はだからそのベートーベンで決まってる。この曲なんか新しいよね、よろして編曲できるできないってやっぱあるよね。まあまあポン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 言ってくれたら、まあ、まあそれはまあある。ここでもう決めちゃいたいね、1曲ね。そうだね。そんな会話を出しちゃっていいのかってやつ。まあまあすいませんね、こんな感じでこんな感じで決まっていくからね。何がいいだろう。でもまずさ、お客様が喜んでくれる選曲がいいと思う。そうだね、知ってるやつのやっぱり。となるとまあまあ絞られてくるか。まあタイトルついてるやつとか、例えばホルストの惑星、ね、木星ジュピター、変わりかもしれない。いける、いける。それだったら皆さんも多分あらら、これはね、あのボックスでもあったもんね。あ、なんかあったね、びっくりするぐらい遅れる、やっぱそれを活かせるかな、インパクト欲しいね。どうだ、冒頭とかにこうインパクトが欲しいとか、運命、あ、ありか、はい、新世界、新世界、ボトルさん皆さん多分知ってると思う。ありかもね、うまくね。あ、それすごい、全員で多分バンってね、感じになる、ね、新世界にしましょう。なんかタイトルもいいし、ちょうど10万人超えてね、なんか新世界に来たわけでしょ。ちょっとよくわからない。それの MV も出したいね。いや、せっかくだしね、やっぱりみんなの予定合わせてさ、書き始めてみようかな、もうそろそろ演奏させていただこうかな。あ、そうだ ね、サティのグノシン、あれ多分聞いたことある人いると思うし、カフェの雰囲気を壊すそうっていう感じで演奏してみましょう。刺さってる、刺さそういうもんね。